こんにちは、クラリネット奏者のあかねです。今日の企画はこの普通のクラリネットを吹くのではなく、なんとこの人参を使って楽器を作りたいと思います。それでは行ってみよう。ではまず人参の両端を切っていきます。カット、このぐらい、切れました。では次に、はい、この電動ドリルを使って人参の中に穴を開けていきたいと思います。怖っ。人参クラリネットを作りたいがために昨日カインズホーム行ってね、これ買ってきたんだよ。だから初めてね、今使うんだけどね、すごい緊張してます。ではちょっといきます。大丈夫かな、汁飛ぶんだけど、今だから楽器を早めてみよう。半ぐらい、やばいやばいやばい、これ部屋でやるもんじゃないわ、ね、これもうちょっとなんか汚れてもいい場所でやるべきだった。すんごい飛び散る。穴開きました。ちょっと部屋悲惨なことだったんだけど、こっちにも飛んでる。やばー、無事に穴が開きましたので、ではこの状態からさらに指の穴ですね、トーンホールを開けていきたいと思います。全然穴開かんわ。意外と貫通しないんだけど。はい、トーンホールが開きました。なんかもうびっちゃびちゃなんだけど。それではさすがにね、いつも使ってるマウスピースはちょっと汚したくなかったんで、高校生中学生もういつのか分かんないマウスピースを持ってきました。これをこの人参に刺していきたいと思います。刺さりました。いい感じ、めっちゃちょうどいい、ぴったし。リードとリガチャーはいつも使ってるやつつけていきます。はい、これで人参クラリネットの完成です。問題はね、こっから音が出るかって話なんですよ。ちょっと吹いていきたいと思います。おー、あ、これ音程の感覚がね、穴開けるところがすごい重要な気がしてきた。厚めのセッティングにした方がいい音になるかもしれない。いや、音程ガバガバなんだが、まあ、一応成功かな。これはのめっちゃ面白いんですけど、気をつけるポイントとしては、人参が冷え切った状態のものを使ってしまうとすごい水分がどんどん垂れてきて部屋中が人参の汁まみれになってしまうので、やるときは本当にこの部屋の場所と服装とちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。あとはパサパサな人参を使った方がいいかもしれないです。トーンホールの開ける感覚とかはまだちょっと改良の余地がありそうなんですけど、人参で演奏はできる。では最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではバイバーイ。いやー、この人参のね、現場が凄まじいことになっておりまして、周りに新聞紙引いたりとかしてね、やった方がいいかもしれないです。そして私のお気に入りのスカート、人参の汁がつきました。皆さんこんなことないようにね、汚れてもいい服装でやってください。じゃあね、バイバイ。